ヒカキン TV Everyday。 Hello YouTube。 どうもヒカキンです。ガリガリ君にまた新しいの出たので買ってまいりました。それもね、もうどっからどう見てもうまい。これ勝手にハードル上がってます。それがこちら、ガリガリ君リッチーミルクミルクミルク練乳。じゃじゃん、ガリガリ君リッチーミルクミルクミルク練乳。うんうん、おいしい。うんうん、中に練乳が入ってて、外はひたすらミルク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 で、当たりが出たらガリガリ君の T シャツがもらえると。ここ数年当たってないね。おかしいね。これ今日当たるね。ということでね、ミルクミルクミルク練乳、もう僕練乳大好き、ね、ミルク大好き、もうこれ確実に美味しいでしょうと思って買ってきました。食べる前からこんなワクワクするの久しぶり。いただきます。まあね、シチュー味とかね、ナポリタンとかいろいろ出てましたけど、うまそうだなこれは。いただきます。んおいしい。自分で買う前からおいしいっていうね、もう高いハードルを設けたにもかかわらず、それを超えてきた、超えてきた。やればできるってくらいうまいわ。あのね、練乳すげえたっぷり入ってます。こうもうちょっとかじったらブニョって出てきてる。うん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 、お前すごいよ。なんか練乳が多く入ってるから、ふにゃーんってこうなんか沈没するんだよね。なんかわかりますかね、なんかこうぐにゃーって、うん、ふにゃー、うまっ。よくね、カップのアイスで練乳入りのかき氷とかありますけど、もっと練乳入れてくれよ、もっと多ければいいのにってなるじゃないですか。たっぷりたっぷり。でも練乳の中にもかき氷みたいなね、ガリガリするのも混じってるね。うんうん、今まで食べてきた歴代のガリガリ君の中で最もね、柔らかいね。その溶けてきてるとかじゃなくて、やっぱ練乳がね、柔らかい。当たりか外れか。ふんふん、外れです。まだ練乳ある。ここまで来てもそろそろ終わるはずだと思うけど、舌まで柔らかい。うわぁ、あの、冷たいもんとか一気に食べると痛くなるじゃないですか、頭とか。僕の場合、この右目のこの眼球の上が痛くなるんですよ。痛い。神経が取ってるのか分かんないけど。痛い痛い。痛い。ごちそうさまでした。ポニョニョ、トゥデイズヒカキンズポイント、プッツワンハンドレイ。昔だったら100万点とかふざけて言ってるくらい美味しかったです。僕の中では今まで25年間の人生で食べてきたガリガリ君の中で一番好き。まあ、どっちかっていうとね、もともとリッチの方が好きだったんですが、もうね、文句のつけどころがないどころかも完璧。まあ、本当に甘いのが好きな方、ぜひお試しあれ。今回のこの動画がもしよければ、グッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。私ヒカキンの LINE 公式アカウントができました。この動画の概要欄に友達登録できるリンク貼っておきますので、ぜひぜひ友達登録よろしくお願いいたします。その他 ID 検索でアットヒカキンと検索しても出てきますし、 LINE 公式アカウントの芸能人の欄にも載ってますので、ぜひ。それでは LINE でお待ちしております。たらく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 。